友人がゾンビに襲われてしまうことってよくありますよね。友人は靴ひもがほどけてゾンビに襲われてしまいました。なぜ私の靴ひもはほどけなかったのでしょうか。答えはこれです。靴ひもの結び目を濡らします。結び目の両端もちょこっと濡らしてあげましょう。濡らしてからキュッと締めてあげると紐が緩みにくくなるんですね。